どうも、翔平です。ということでですね、またエイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。なんとか難を逃れてエレベーターに乗ったリプリーですけれども、プロジェクト KG348 っていうのは一体何なのか、ラボって書いてあるなんかの研究所だと思うんですけど、まあ、当初の目的としてはね、エイリアン自体を、まだついてきてるかって言ってたんですけれども、さっきね、今ちょっと動画に流れなかったですけど、いるね。で、エイリアンをね、どっか、まあ、どっかに押し込めちゃおうということだったと思うんですよ、目的はね。なので、なんかいろんなところに行くところがあるんで、ここちょっと地図を開けとこうか。そっちに行くのね。 OK、あそこ、ちょっとアイテムあさりさせてください。これは別にいいのか、このしゃがみ姿勢で動かなくても。オープンベント。センサー。なんか可愛らしい人形がありますね。ちょっとせっかくだから、ちょっと作っていきますね。なんかフレームスロアとか改造したりすることはできない。スタンバートンがよくわかんないんですよ、私。これリロードって、されてるよね。これなんか叩くと違うんですよね。スタンバトン、これスタンバトンじゃないよね。何なの一体。これはどうやって使えばいいの。スタンバトンを使うのはどうすればいいの。あ、こうやってやんなきゃいけないのか、構えて。あ、なるほどね。だからできなかったのね。まあいいや、メディキットとか、もうアイテムが拾えなくなっちゃったんで、これで作っていきますね。ちょっとここ一回カットして、アイテムはちょっとだいぶ使って、メディキットとかもたくさん作っておきました。ということでですね、結構メディキット5個、こういうアイテムも使っていきたいところですけれども、エイリアンには対して効果がないと思うんですよ。多分この火炎放射器が最も効果が高いのではないかと思われます。ちゅうことでですね、どうやって行くんだこれは。セーブポイントがある。一応セーブしておきましょうか。せっかくアイテムを作ったしね。上をメッサ歩いておりますね。前回の動画ね、60fps で上げて、と思ったらね、なんか編集の時点でなんか30に戻されてて、アップする直前にね。なんで申し訳ない。これセキュリティ中のね、今回はちゃんと間違えないでちゃんと60で上げられるといいな。よし、これとこれとこれとこれね。はいよ。さあ、ここに入れるようになった。あ、ここエレベーターなんだ。ここもエレベーターか。ちょっと待って。そうなると、ここじゃん。エレベーターで行くわけじゃないよね。ってことは、このまっすぐ行くのか、やっぱり。おう。おう。ああ、窓が開いてるだけね。ここはね、多分ソーラーシステム、その太陽系じゃないと思うんですよね。多分あれはだから太陽ではなくて別の惑星系なんじゃないかなと思うんですけど、そこって入れないの？あ、入れるっぽい。なんかいっぱい行けるとこありますね。でもなんか寄り道してる。ちょっと入って出てきちゃった。エリアやっぱあれ中腰姿勢じゃないとダメなのかな。なんかこっちにも行けますね。あ、上にいるんだ。おー、シット。おー、シット。
ちょっとどこから来たのあなた。え、ドドアタッカー、アリーズもシビリアンズだって。何、いきなり死んじゃうの。ちょっと待ってよ、びっくりしちゃったよ。何、市民、一般市民を攻撃するとゲームオーバーみたいですね。かなりシビアですね。ではいやー、ちょっとしびれちゃったね今の。すいません、申し訳ない、一般市民を殺害してしまったようです。もう一回やらせてください。で、私そっちに行かなきゃいけないんだよね。あー、ちょっと何なのだからあなたね、本当にこれ、このまま逃げたりはできないのかな。あんまり使いたくない、あんまり使いたくないんだって。だから、はい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 、もういいや、もうアイテムあさりはもう、びっくりした、びっくりした、ちょっともうやめてよ、もうちょっと、やっぱそっちから行かなきゃいけないもんな。そっちからも行けると思うんだけど、ここら辺にも弁当ある。さっきどっから出てきたんだろう、あそこかな。あ、繋がってるんだね、パソコンとか見てった方がいいのかな、これ。なんかどこからか知らないけど、一般市民がふにゃーって出てきたんで、で、これどこ行けんの。あ、なんか違う方向に行ってるみたいですね、私は。これ、キーカードだって。フレームスローワーがある限りはとりあえず大丈夫です。あ、なんかやられてる。あー、いた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 、どっか行ってほしいんだけど。これ気づかれてんのかな。なんか気づかれてないっぽいよ。気づかれてる？完全に気づかれてるよね、これあ、すごい威嚇してる、威嚇されてんだけど、ちょっとやめてよ、やめてよ、だからやめてよ。もうフレームすらなくなった、なくなっちゃった、ついに。ちょっとどっか隠れる場所ないかな。あった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 、ちょっと一回隠れよう。いやー、困ったなこれ、使いすぎって話だね多分ね。じゃあ一回出て、この人殺されちゃったみたい。フラッシュバンね。さあ、クラークイズデッド。特に何もないみたい。やばい。何これ？何のゲーム？あれ？オッケー、これでいいんだね。オッケーオッケーオッケー、とりあえず手に入ったけど、何か手に入ったみたいだ。アクセスザプロジェクト KG リサーチラボ。とりあえずここに入れって言ってるんですね。キーカード手に入れたから多分こっちも行かなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんだけど。あ、そこにもなんかある。エンプティーかよ。なんか拾った。また入ってくんだろうな。すっごい動いてらっしゃる。ちょっと持ってるアイテムを確認しとこう。
フラッシュバンとか効果あんのかな。ノイズメーカーとかでうまく立ち回るしかないですね。さて、ということでですよ、私はどっちの方向に行かなきゃいけないの。向こうですね。ってことはアイテムが欲しくなってきましたね。どうかな、今出てこられるともう終わりなんだけど。よし、センサーちょっと漁らせてください。特にアイテムはない。やはり向こうに行かなきゃいけないみたいですね。もう事前にあそこに投げていった方がいいのかな。そうなるととりあえずここで一回セーブ。こういうなんか音の立つものを別の部屋に投げてエイリアンが行ってる間に私はさらばするっていう方がいいのかな。もう追っ払う方法がなくなったので、オッケー。ここは新しいエリアじゃないかな、多分ですよね。エイリアン出てきたらもうどうしようって感じですね。それはアイテムでも何でもない。あ、来た、25だけ手に入った。ちょっとリロードしとく。一応ユーズキーカード、やっぱりここで使わなきゃいけないんですね。それでなんかなんかマークが出てますね。おお、大丈夫なのか。大丈夫のようだ。サーチ。センサーはマックスなんだね。これいつ出てきてもおかしくないね、そういうとこから。さあ、どうし、なになになに、ビビらせんなよ。なんかショートしちゃったっぽいね。あ、あった、フレームスロア。ちょっともうちょっとリロードしとく。なんかここに行けって言ってたんですよ、プレイだって。ランサムっていう人よく出てきますよね。はあ、何かの調査に、あの人を最小限のね、人を知られないためだと思いますけど、外に漏れないために最小限の人を使って調査をすると。はあ、じゃあここではもう特に何もすることはないのかな。向こうも一応見ておきますか。ここはなんか塞いでありますね。特にアイテムらしいアイテムも、あ、あった。やばいかな、やばそう。これエリアは見えんのかな、こんな真っ暗の中。あの緑色は何、あれも入れ物。サーチ。フレアはいらないんだよね。もうフレア何のためにあるかさっぱりわからないですもんね。じゃあとりあえずここの探索は終了だ。やっぱ音立てないでうまくいくしかないですねこれね。そこは何だろう、ここに入らないらしいんですよね。あ、プラズマトーチ行けんだ、なんだ。入る方法を探せって言ってたんで、なんか別な道で行かなきゃいけないの。よし、じゃあこれで
あのキーカードはじゃああそこ開けるだ、貯めるだけのものですね。ユーズレバー、ホールド LT、ダウン。Waits. Waits 入ったよって。あ、なるほどね。あのメインのステーションとはここの一区画がね区切られてるから、あのパワーを上げましょうっていうことでしょうね、多分ね。さーてと、でここから下に行けばいいのかな。なんかカメラで見られてるね。そして血がついてるということは、火炎放射器はそんなにやっぱりないんだね。何これ、デタッチャブルエクスターナルモジュールってやっぱり外に出られるんですね、このモジュールって、この一区画部分がね。でこの謎の宇宙服なんだか甲冑なんだかわからない。あ、アイテムある、ごめんなさいね、賃貸してて。あ、やった、また フレームスロア75まで回復したぞ。こっちはいけないのね。どっか歩いてるね、やつ。プシューって音がしてるよ。大丈夫かな、これ。あ、そっちにいるのね。多分鉢合わせするんだろうな、この感じは。電源を上げてね、なんか、うん、アラームシステム、Find a way inside the lab, activate the primary alarm system ってのは何だろうね。これはどういう風にいけばいいのかな。ぐるーっと一周しないとそこのエリアに入れないみたいですね。その円が書いてあるところに行かなきゃいけないと思うんですけど、セーブポイントがあるといいな。ここはエアロック的な感じか。あー、いるね。さあどうしよう。さあどうしよう。こういう時にノイズメーカーをうまく使いたいところだけど、いるね、いるね。歩いてらっしゃいますね。困ったな。これを見つからないようにしていかないといけないと思うんですが、いなくなった。アンドロイドが、ちぎれたアンドロイドがいる。ああ、そこにいらっしゃるよ、そこに。今のうち行くしかないのか、これ。ちょっと待って、ここからはどうやって行くの。いやー、これちょっと道もわかんないしな。向こうに行った、向こうに行ったっちゅうことは今は安全なのか。ベンダー入ってみようか、とりあえず。よいしょ。ベンドはどうなってるの。おお、結構つながってますね。向こう側にも行けるみたいだ。そしてちょっと、ちょっと何も見えん。じゃあこっち側から行ってですよ。あーと向こうだね、多分。ここにいればとりあえずは大丈夫なんじゃないかな。そう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 。これでここら辺に上に出られる入り口があれば一番楽ちんなんだけど、これは違うもんね。なんかピコピコ言ってますね。あ、セーブポイントがあるよ。俺にセーブさせてくれ。どうしよう。それでやっぱしょうがないのか、これ。え、行き止まり？まさかの。あら、残念、行き止まりだ、ここ。そんなうまくはできてないのね。やっぱり。やっぱりそんなうまくはできてないようだ。ということで、引き返しましょう。
こういうところをねプラズマトーチで焼き切って上に出たりすることはできないのか。リスト、あーパワーが上がってないから出られないのね。なるほど、わかりました。じゃあ目的地は多分ね向こう側にぐるっと回らないといけないと思うんですよ。セーブしたいので一番奥に行くべきなのかな、この感じは。じゃあこのまままっすぐ進んで出られるところで出ちゃいましょうか。オープンベント、ここでいいんだよね。もうちょっと先で出る、よいしょ。さあ、どっちに、逆方向だな、向こうだ。さて、ですよ、今エリアさんいないので、こっちにも行かなきゃいけないんじゃないかな。一応入れる部屋は入っておいた方がいいですよね。また後でまた戻ってこないといけないと思うんで。あ、歩いてるな、どっか。ここ入れないんだね。ちょっと待って、ここにもベントがあって向こう側に行けるじゃん。あれはなんだ、ちょっと一応ベントで行きますか。ベントあったらまあエリアに出てきてもまあなんとかなりますしね。リストアだ、パワーというだ、ラボ OK。 っていうことはだよ、セーブポイントのある部屋には行けないのかな。セーブポイントのある部屋に行って電源を上げる感じか。こっちと向こうは対象みたいですね。同じ形みたいです。さてと、バッテリーがもうなくなっちゃうね、これ。じゃあここで一回出てですよ。ここは一体どこだ。もうちょっとで着きますね。よいしょ。セーブ、あれ、ここじゃない。よかったよかった、ここはダメなんだよね。ここはついてなくて、私が行きたいのはこのセーブポイントがあるお部屋。セーブした後はいくらでも出てきていいからセーブだけさせてくれ、とりあえず。よし、 OK。 ちゅうことでですよ、この部屋で何か、あ、あれかな、なんかピコピコ言ってる。エマージェンシーパワーリセットって、よいしょ。さあ隠れたいところだね、今。なんか青く光ってる。パワースパイクが見えるって。ラボシステムをセバストプールにつなげて、あー、セントラルラボ、中央研究所にあるパソコンみたいなやつでやってちょうだい。だってなんか違う、ちょっと待ってこれ上にエリアンいるんじゃないの、これ。なんか血が下だって落ちてますけど、ここには特に何もないみたい。あるな、このあ、なんかいつの間にかアイテムたくさん手に入ってる。オッケーオッケーオッケー、戻ったね、火炎放射器で。こっち側から行くと戻った方がいいのか、これは。うわー、なんか思い出す、なんかこれエイリアン2を思い出しますね。なんかあの最後の方、よし。じゃあとりあえずだよ、そこに入れるようになって邪魔されそう。フルオープンやないけ。でここで何をするの、真ん中ね。音立ててないよ僕。これ弁当、さっきの弁当かな。このパソコンっぽいな。セキュリティチューナーを使う。なんか変な音がするぞ、ピコピコ。これ
これね、ほいさん、ちょっと待って待って、どうすんどうすんの、まだしなきゃいけないみたいなんか。あ、エスケープザラボ、あーなるほどね、これも走らないで行かないといけないのかな。ちょっと待とうか。おお、消えてってくれた、消えてくれた。は、走りたい。ちょっと待って、こういう時にノイズメーカーをポイッとで、フレームスローに変えておく。セーブしたいんだけど。え、え、何 I'm sorry って。ちょっと、あーなんで、なん I'm sorry ってなんだよ。あ、なるほどね、リプリ乗った船をもう切り離しちゃったんですね。なんだろう、ウェイツってやつに裏切られたんってことだね、多分ね、これね。まあ安全策を取ったとも考えられなくはないですけど、今度はね、どんな犠牲を払ってでも、この場をね、切り離、あいつらを、あのエイリアンをね、追っ払わなければいけないって言ってたんで、ちょっとまずいな、でもこれ、どうすればいいの。ゲットゥーダエアロック、ちょっと私投げちゃったんだけど投げちゃったんだけど、俺あの先にエリアいるんちゃうんかい。なんかくるくる回ってる星が、とりあえずセーブさせてくれ。こんなのんびりセーブしてる暇あるんだろうか。ちょっともういいからいいから、ちょっと待ってね。どうしよう。でこれで落ち着いて、こっち側から行ってみようか。でもさ、これ走るべきなのか走らなくていいのかわからないんですよ、私には。いやー、これなんか2とかそういうの思い出す。え、なに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 、プレッシャライズエアロックだって。この人なんか、この人生きてんじゃないの、これ。この人絶対生きてるよ。ちょっと待って、ノイズメーカーを向こうの方に投げておいて、あ、いる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 、ボタンで、これで多分しばらくの間はエイリアンが向こうに行ってるはず。ああ、ちょっと待って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 、ちょっとあんたそこ閉まってるやないけ。そこ閉まってるとこからすり抜けてくるんじゃないよ。エアロック内での壮絶な戦い、もうちょっとどうすりゃいいんだよこれ。ついてきちゃうよやつ。出てた？どうしよう。見えない。ちょっと待って、確認しよう。Wait for the airlock to pressurize。 だからその重力が、圧力が安定するまでね、待てと言ってるんですよ、これは。で、これどっから出られんの？困ったな、これ。出ていいのかな、これ。こんな悠長なことやってる余裕はないと思うんだけど。どこにいるんだろう。なんかもう、超近くにいるっぽいんだけど。どうしよう、困ったぞ。ノイズメーカーもない。ファイアースローは戦おうか。
ちょっと待って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 、あー弾切れたのかな真上にいた。なんかね、中にいる状態だと霊感がグニャグニャって見えないんですよね。もう一回やらせてください、すみません。今撃ってたんだけど、なんか一生懸命体勢を整えてる時だったみたいで弾が出なかったんですよね。まいったことに、まあいいや、とりあえずやることは分かったんで、こっち行くでしょ。スケキヨにね攻撃されるかなと思ったらスケキヨ攻撃してこないんで、ベントに入ったのは間違いでしたね。もうファック。じゃああれをとりあえずやるんで、これをやってもうここで戦いを挑むしかない。下手にエイリアンもしかしたら来ないかもしれないですもんね。来たー、いきなり来いよ。時間なるべく使わないようにして、なんか威嚇してる威嚇してる威嚇してる威嚇、よし、威嚇してる威嚇してる。これ持つのかな、これ。ほら入ってけ入ってけ入ってけ、よし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 。でまたすぐ戻ってきちゃうと思うんだ。時間かかるんだね多分ね。持つかな、 5%？ お前 5% ってなんだよ。ちょっと早く早く早くこれオート自動でやってくれましたね。押せ押せ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。ベイトって餌って意味ですね。これは完全に自動で今やってくれてます。すげえ。でどうすんの、あ母船に戻るってことね。いやいや、ちょっと遠いんじゃないのかな。大丈夫なのこれ。なすごいなすごいなすごいな。なんかあれ思い出すね、サンダルブロックのグラビティグラビゼログラビティを思い出すな。あれも結構面白かったですね、映画で。地味っちゃ地味でしたけどね。でこれをマニュアルオープンするんだ。すごいね。こんな簡単にあんな距離があったのにさ、ピョーンって出ていけるもんなんだねいけるもんなんだねよし、じゃあ今回はこんなあたりで終わりになっちゃうのかな多分。とりあえずなんかね、セーブしなくてもチェックポイントでセーブされてることがたまにありますね。ちゅうことでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。